イタリアのための未来と自由は、イタリアの政党。2007年、シルビオ・ベルルスコーニ率いるフォルツァイタリアと、ジャン・フランコ・フィーに率いる国民同盟を中心に、中道右派の政治グループ、自由の人民を結成。ウンベルト・ボッシー率いる北部同盟も参画した、自由の人民は2008年の総選挙で勝利。ベルルスコーニが、首相、フィーには、会議長。 ボッシュは連邦改革担当省に就任。2009年にはファイト案は正式に統合し、PDL は正当に移行。内閣は50%近い支持率を得る一方で、保守恩恵派のフィーには連邦制や移民排除を訴えるボッシュに譲歩するベルルスコーニとの距離が広がった。さらには、 ベルルスコーニのスキャンダルが暴露し、閣僚への不疎追特権を法制化しようとする動きに、対して、フィーニの不信感は高まり、ベルルスコーニ批判を展開した。フィーニ支持派は党内に、政治グループ、イタリア世代を結成し、反ベルルスコーニの動きを先鋭化させた。しかし、アン出身の下院議員90人にもかかわらず、実際に参加した、下院議員は11人に過ぎなかった。 ベルルスコーニ批判を続けるフィーニの動きを問題視した PDL 執行部はフィーニに会議長辞職を要求拒否したフィーニに対して2010年7月29日 PDL からの除名を決定した除名に反発したイタリア世代の所属議員は党内のハンベルルスコーニ派議員と共 PDL 会派を離脱し新会派イタリアのための未来と自由を結成 会員議員が37名参画したことで、PDL と LN は、会員で過半数の議席を失った。ありがとうございます。